中には差し込めないですよね。奪われた後にカウンター受けますからね。渡辺ここは差し込んでワンツー、渡辺龍馬決まった。ディエゴ・オリベイラ残した、渡辺龍馬。この時にはもう鈴木右のウィングバックはもうウィングの位置にポジション、あっとあっとちょっとミスがあって、ここは渡辺が持っていくシュートだー。キープをしながら真ん中でカシーフ、すぐにクロスを入れる、ファーサイドへ流れていって、ここシュートは来たー。シアンパドリックが今どうかなって、クロスが入ってきてファーサイドボレー、あー、おー、来たー。キープをしながら塚川に渡す、塚川ダイレクト浮かしていく、ヘディングシュート、また来たー。